いらっしゃいませ、奥のお席どうぞ。コーヒーと本と音楽をテーマにした中空は、繁華街から一本路地に入ったところにある小さな店です。今日もカウンターではいろんな話が飛び交っています。こんにちは、中空の方です。最近アナログレコードをたまに聞くようになったんですけど、レコードって僕若い時にですね、中学校3年くらいに僕の叔父がですね、僕の母のお兄さん、叔父にあたる人がですね、その叔父が若い時に聞いてたレコードを、たくさんごそっとくれてですね、でそのレコードをせっかくもらったんで聞きたいなと思って、レコードプレーヤーを、お小遣い貯めて買いました。で若い時にそのレコードを、今いっぱいあったんでずっと片っ端から聞いていってました。その中には、吉田拓郎とか岡林信康とか、フォークが多かったかな、かぐや姫とか松山千春とか、その時代のフォークソングが多かったですね。で吉田拓郎の、人生を語らずというレコードがその中にあって、でそのレコードは吉田拓郎がちょっとうつむき加減で、椅子に半分腰掛けて、髪はすごい長くてもう目も隠れてるぐらい長かったんですけど、なんか足を中途半端に組んでちょっとこうやさぐれてる感じなんですけど、そのレコードを僕一番たくさん聴きました。で1曲目、その人生を語らずというアルバムの1曲目が、ペニーレーンでバーボンをっていう曲で、いつもこう嫌なことがあって飲んでくれてて、でテレビを見てもなんか嫌になって、で晴れの日に外歩いてもなんか嫌になって、結局バーボンをいつもペニーレーンで飲んでるっていう曲なんですけど、なんそうやな、自分の若い、その心境とその曲の、歌詞も自分の、ことを代わりに、歌ってくれてるような気がして、その1曲目が特に印象に残ってて、だけどそのアルバムも通してすごく好きな曲がたくさんあって、なんか自分のなんやろな、心を本当に代わりに歌ってくれてるような気がしましたね、そのアルバムで。でそれから働き出してアルバイトとかし始めて、CD を買うようになってですね、あんまりレコード聴かなくなったんですね。でもうそれからだいぶ月日が経って、ついこの間までレコードはほとんど聴いてなかったです。でCD とか、あともう最近になるとインターネットで、配信で曲を購入したりとか、あとは定額で聴ける音楽のサービスとか、ネットを通じて音楽聴くようになってたんですけど、この前、10月4日に、瀬戸内アートブックフェスティバルっていう、イベントで、岡本ひとしさんという編集者の方と、音楽についてトークイベントをしまして、2人で、思い出のレコードを掛け合うっていうなんか緩いトークイベントだったんですけど、その時にやっぱりこう CD とかそういうデータじゃなくて、レコードっていうのは一枚一枚に思い出がたくさん詰まってるなと思ってレコードを持っていきました。で岡本ひとしさんも若い時に買った大事にしてるレコードとか持ってきて、お互いにエピソードをポツポツ語り合いながらレコードかけたんですけど、なんかレコードって今改めて聞くとすごいいいなと思ったんですね。でいいなって、何がいいなと思ったかっていうと、いくつかあってですね、まず、盤が大きいので、 CD に比べてすごくこうジャケットが大きいので、ジャケットのデザインっていうのが
すごくこう迫力あって存在感があって、で記憶にすごく残りやすいと思います。ジャケットのデザインも一緒に。でもう一つはあのレコードプレイヤーにバンをセットして、針を、まあ、バンをぐるぐる回してですね、針を落とす時がなんかこう儀式みたいで、一曲一曲、大事にこれから音楽聴くぞっていうようななんかこう儀式めいたところも、ちゃんとこう曲と向き合える一つなんかなと思いました。でレコードってあの収録時間が CD に比べて短くてですね、表と裏があって、表と裏合わせてもやっぱ CD よりかは収録時間がもう半分くらいしかないんですね。で A 面には A 面の世界があって B 面には B 面の世界があって、つまりレコード1枚で2つのこう世界観があるような気がしますね。 B 面の頭と頭の先頭の曲っていうのからまたこう A 面とは違う世界が始まって2つの世界が楽しめるような感じがありますね。で限られた収録時間で、まあ、その流れも考えられてて、まあ、どの曲を収録するかっていうのを考えられてて、その流れも考えられてて、で世界が2つあるので、なんかこう楽しみ方がなんかこう向き合うっていう感じになるかなと思いますね。その制限があるっていうことが、なんかこう音楽との向き合い方が今と全然違うなと思いますね。あとレコード、まあなかなかこう簡単に次の曲にこう飛ばせないんで、まあ針持ち上げたらあの頭出しできるんですけど、なかなかこうさっさと次の曲に飛ばせないんで、狙った曲以外も聴くことになるんですけど、でそういう曲も聴いてたら、だんだんこうそういう音楽も耳が迎えに行って好きになったりとか、そういうことも起こりますね。配信とかだけで聴くと、なんか好きな曲だけピックアップしてずらっと並べてっていう聴き方、もういいんですけどね、なんかこうピックアップしようと思って意識外の音楽と出会う機会もレコードだと、大きいなと思います。でたまにあのレコードってあの黒いビニールで、できてるんですけど、まあそれを表面にホコリとかあったらパチパチっと雑音が入るんで、たまに掃除してあげたりとか、なんかすごく思い入れが深くなる、この音楽を持ってるなっていう感じも、強いですね。愛着もすごい湧きますね。レコードのケースはだいたい紙でできてるんで、長く持てたらだん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 こう年季が入ってくるんですけど、それもなんか共にずっと付き合ってるなっていう感じが出てきます。最近は若い人の間でも、若い人の間ではもうレコードって新しいものとして映ってるかもしれませんね。懐かしいものというより新しいものとしてレコードを出会ってるかもしれませんね。最近人気が出てきたってよく聞くんですけど、はい、なので、最近そのトークショーをきっかけとして僕も昔買ったレコードを引っ張り出してきて、たまにレコードプレイヤー電源入れて、儀式のように聞いたりする時もあります。はい、レコードなんかいいですね最近。はい、中添にレコードプレイヤーもあるので、何かもしどっか中古レコード屋さん行ってレコード何か買ってちょっと聞いてみたいなっていう時、私盤を渡してもらえれば、かけることもできますんで、よかったらぜひ、声かけていただけたらなと思います。ありがとうございました。今日もおはがきいただいております。読み上げます。日にちと日付も入ってます。2020年10月1日21時、ラジオネームベン山岸さんかな。はい、死についてどうお考えでしょうかということです。シンプルな、質問ですけど難しいことですね。はい、死か、
当然僕も、小さい頃に死ぬこととかが分からなくなったり怖くなったりして考えたことありますし、今でも、たまに考えることあります。でですね、なんか毎日僕寝てて、みんな寝てますねみんな寝てますけど、寝てる状態っていうのは意識がほとんどない状態なのかなと思います。なのでいつも意識を、1日のうち3分の1ぐらいは意識を失ってる状態なので、なんかもしかしたら死の状態に近いのかなと思いますね。意識のない状態ですか。たまに夢を見たり覚えてる時もありますけど、なんかそれに近いのかなっていうのを一つ思います。あとはですね、いやもうこれ僕の勝手な意見なので、勝手な意見、僕の勝手な意見として聞いていただきたいんですけど、やっぱ意識というのが僕いろんな今までいっぱい本読んできたんですけど、意識が何かっていうことをやっぱりどんな本読んでもなかなかつかみきれなくて、意識を解明しようとしてるのはやっぱ意識なので、意識よりも大きいものがのことを意識がこう感じるだかり認めたりすることはできないのかなっていうのが一つ思ってます。で死ぬ時はおそらく血流とか止まってしまって、脳の動きも止まってしまったとしたら、当然記憶とかもなくなるんじゃないかなと思ってます。ですけど、記憶がなくなってもですね、その意識はどうなるのかなっていうのをいつも不思議に思ってるんですね。当然意識は身体のどこかに対応してないと思いますんで、ここの部分に意識があってここの部分を引っ張り上げたら意識がなくなるとか、なんかそういう、こう部分、身体のこう部分が意識を担ってるというのではおそらくないと思うんで、記憶とかは、機能に頼ってるとこがあっても、意識は一体死んだらどうなるのかなっていうのがすごくこう不思議です。記憶はないけどずっとこう、意識があって見てる状態っていうのが続くのかなと、すごく、興味があることですね。なんか小さい子供で、前世の記憶が残ってる子供がいたよとか、なんかテレビ番組で見たことありますし、あと心臓移植受けた人がですね、前の心臓の持ち主の記憶が少し映ってるとかっていうのも、どうかわからないんですけど、聞いたことありますし、すごく不思議なことですよね。だけど僕前もラジオで話したんですけど、交通事故にあったり、トラクターと一緒に転げ落ちたりしながら、高いところから転げ落ちたりしながら、もう死が間近に迫ったことがあるので、あと子供の時に喘息で病弱だったので、なんか自分の力で生きられてるっていう感覚ほとんどないですね。もう生きるとか死ぬとかってもう自分の力では決めれないのかなと、思ってます。なので生きてたら生かされてると思ってますし、もし死が来ても自分ではもうどうしようもないことなのかなと思っています。ですけど、いろんな人の死についての意見も聞いてみたいので、もしよろしければ何かご意見、聞かせていただければなと思います。ありがとうございました。中空岡田に相談、質問など、おはがきや SNS のメッセージから、コメントを受け付けております。ではそろそろ閉店の時間が近づいてまいりました。またのご来店お待ちしております。